おはようございます。2018年7月8日、古民家風の家、最後の朝ごはんです。じゃーん。今日は、ちょっと久しぶりに、古民家風の家らしい和定食。定食にはなってないかもしれないけど、はい、和食の朝ごはん。お味噌汁作りました。株のお味噌汁と、共に作った株の浅漬けと、私の好きな厚揚げ焼きと、納豆です。 はい、納豆、今日も100回混ぜました。ということで、えっ、ー、と、西、四国の方、すごく大雨で、ね、昨日地震もあったりして、すごくちょっと、あの、本当に大気は不安定ですが、皆さん、今日も一日、えー、頑張りましょうはい、小民家風の家、マダムゴンでした。味噌汁。はい、納豆、納豆、美味しそうでしょはい、それでは、いただきまーす。